HKT48 がふるさと納税で大好きな福岡の町村を応援。私たちが福岡の町村を応援する企画、 HKT48 が福岡のために、福岡の町村をもっともっと元気にする企画始めました。実際に行ってみないとわからない町村の魅力や取り組みを私たち HKT48 がしっかりと情報発信していきます。ふるさと納税とは何か、ふるさと納税の返礼品ってどんなものがあるの、などなど気になる疑問を解決します。ふるさと納税を通して皆さんからいただいた寄付金は地方創生への取り組みに生かし、町村を元気にしていきます。みんなで学ぼう、ふるさと納税。ふるさと納税ってなんだ、納税っていくらぐらい、返礼品ってどんなものがあるの、納税ってことは確定申告が必要、その疑問全部私たちが教えちゃいます。ふるさと納税ってそもそも何、ふるさと納税とはあなたの応援したい自治体に寄付をすることで地域に貢献し、さらにはその地域の特産品や体験参加型メニューなど様々な商品を実質たったの2000円負担で受け取ることができるお得な制度なんです。しかもふるさと納税を通じて寄付をすることで翌年度の住民税また所得税が控除されるんです。こんなお得な制度知らないなんてもったいない。いくらでも寄付できるの、控除の上限額は収入や家族構成によってそれぞれ。ふるさと納税サイトには簡単な項目を入力すれば、だいたいいくらまで自分がふるさと納税で寄付が可能かシミュレーションで調べることができちゃうんです。控除上限額を確認して気になるメニューをチェック。ふるさと納税の返礼品ってどんなものがあるの、地域の特産品や体験参加型メニューなどたくさんの返礼品があります。今回私たち町の大使に任命していただきました。そして早速返礼品こと消費メニューの企画に携わらせていただきました。私田中美久は大東町、私雲上ひろなは吉富町、私渡辺あかりは添田町、そして私松岡花は福知町を担当します。今回こと消費メニューに掲載されているのはこちら、その町の魅力を伝えるオンライントリップ、私たちが実際に回って映像と写真で町の魅力をお伝えします。オンライントリップの実施のタイミングは随時お知らせいたします。2つ目、私たちが大使に就任した町のどこを観光したらいいかが詰まったデジタルツアーガイドフォトブック。新型コロナウイルスが落ち着いたら、私たちが大使に就任した町に皆さんに遊びに来てほしいという思いがあります。その時にどこを回ったらいいかなどの情報をお送りします。そして3つ目はオンライントリップ、デジタルツアーガイドフォトブックの作成のために行われるロケを見学できるチケットを返礼品としてご用意しました。数量限定なのでご希望の方全員とは行くことはできませんが、ぜひお時間がある方は一緒に街を回りましょう。また皆さんに喜んでいただける新しい返礼品メニューも発表していきますので、楽しみにしておいてくださいね。私たちのツイッターなどもぜひチェックしてくださいね。面倒な手続きなどはないの、欲しいメニューを選んだらクレジットカードで決済するだけ、ワンストップ特例制度で面倒な手続きも不要。ふるさと納税のこと消費返礼品、私たちのオンライントリップ参加やデジタルツアーガイドフォトブックを選んでいただいたら、自治体から寄付金受領証明書ワンストップ特例申請書が送られてきます。ワンストップ特例申請書を確認して自治体に郵送したら手続きは完了。ふるさと納税を通して集まった寄付金は地方創生の取り組みとして町村の課題解決のために有効活用されます。皆さん、ふるさと納税で福岡の町村を元気に、私たちと一緒に応援してください。